サンジェルマン風景。サンジェルマンとかアンデルセンとかサンメリーとかのああいうパン屋でパンを買うのは恥ずかしい。女の人はそういうことはないと思うが、おじさんは恥ずかしい。ああいう店はいつ行っても男性客は1割いるかどうかだ。狭い店内は手にトレイを持った女の人でごった返している。そういう店内の光景が店の外からガラス越しによく見える。そういうところへは自然な気持ちですっと入っていくというわけにはいかない。ある程度の決意がいる。どうしても押し入るというか乱入するというか、そういうややすさんだ気持ちになる。あるいは逆にすごく気弱になって、銭湯の女湯に前を押さえながら入っていくというような心境になる。多勢に無勢。そういう状況から被害者意識が生まれ、誰もいじめているわけでもないのにいじめられているような気持ちになる。その結果反抗的になる。店に入るとまずトレイとトングの置き場がある。だいたいね、大げさなんだよこんな大仕掛けなトングとかいう道具は、と早くも反抗的である。たかがパンなんだからもっと簡単な道具でいいんだよ、真ん中んとこに留め金なんかつけなくったっていいんだよ、とおじさんはトングの留め金にも文句をつける。ブツブツ言いながらもパンを選び始める。何何、マヨナンロール、ツナフランス、サワーチェリーデニッシュ、そんな変な名前がつけられたら全然わかんねえんだよこっちは、と今度はネーミングに文句をつける。つけながらも一つ一つ確かめてはトングで一つ一つ取り押さえてトレイに乗せる。長さ40センチ、幅12センチほどの大きなフランスパンの前に来る。これは素手でいいのか、やはりトングで取るべきなのか、少し迷った後、トングを操ってパンを挟み、これを持ち上げようとすると、パンは手に余って手首ともどもねじれてしまう。だからもう手首がねじれて落っことしちゃうじゃないか、と言いつつ、本当に落っことしてしまい、慌ててそれを拾おうとして踏んづけてしまい、その踏んづけたパンをあくまでトングで拾い上げようとして、また手首がねじれて落っことしてしまう。本当にトングが憎い。心の底から憎い。トレイというものもおじさんは気に入らない。だいたいこういうものはうちの社員食堂にもあるけど、もともと食べ物を持った皿とか器を載せるものだろ、地下に食い物を載せるものじゃないだろ、と忌々しい。パンを直にトレイに載せるのに抵抗を覚えるのだ。定食屋もこういうトレイを使ってるけど、直にサバの味噌煮を載せるか、豆腐とわかめの味噌汁をぶちまけるか、どいつもこいつもおじさんには気に入らない。自分があれこれ迷って買うせいか、人の買ったものが気になる。60ぐらいのおばさんが選んだトレイの上のものは、食パンとフランスパンという生活系のパンと、菓子パン系のクリームパンが1個。あのクリームパンは自分用だな。クリームパンが好きなんだ、あの歳で。と、文句をつけずにはいられない。もう一人の同年配のおばさんのトレイの上は、ウインナーを挟んだのと、ハンバーグを乗せたのと、ベーコンを包んだパンが一個ずつだ。肉系の脂っこいのが好きなんだ、この年で。と、決していい評価は下さない。一種類のパンをどれも二個ずつ乗せているおばさんがいる。何でも2個ずつということは、おそらく家で待ってる亭主の分ということだな。しかし自分の好みでどんどん決めちゃっていいのか、亭主の意見はちゃんと聞いてきたんだろうな、と追求の手を緩めない。
トレイの上に自分の信条と人生観と哲学を盛り上げているおばさんもいる。どうもさっきから例として取り上げられるのはおばさんばかりで、若い女の人が一人もいないが、このおじさん、僕ですの出かけてゆく時間帯がおばさんの出動時間帯と一致するので、こういうことになってしまいました。すみません。トレイの上に信条と哲学を盛り上げているおばさんとはどういうおばさんか。トレイの上には全粒粉パンとライ麦 70% 入りパンと、ハイガ入りイギリスパンと、玄米粉ブレンドパン、以上自然食品系のパンのみ、きっぱりとなぜかトレイを誇示しつつレジに向かう。気取るんじゃねえ。当然おじさんの批判の矢はこういうおばさんにも向けられる。クロワッサンとフランスパンとアイリッシュパンとゴーダチーズとカマンベールチーズ、以上きっぱりというおばさんもいる。今日のディナーはパンとチーズでブルゴーニュの赤ですの。タクはヨーロッパが長かったもんざますからと言いたいんだろうが、その顔はヨーロッパが長い顔か、日本の短くて平べったい顔だろうが、とおじさんの追求はやまない。